pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace! How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us!好，欢迎收看今天日本道明。今天直播是尼尔人工生命哦。那这游戏之前是从 PS3 里面发机的一款游戏啊，主要这次的意思应该是从日本的角色为主。晚上好。所以就来玩玩看好的。晚上好，忧伤。这次是 PS4 的版本，可惜就是没有 PS5 的版本，但红也 OK 了。画面可能也不会太差吧，我不知道。阿克用 PS4 玩啊？我用 PS4 玩欸，我感觉好像没有差太多啊。我安装一下，看一下它的画面，好像没有读的比较顺，或是怎样？对。可以比较看看，我也不知道。我现在是用 PS4 玩。normal 帮我们看好反正他应该可以调难度。阿克什么时候跟伤心公主开台玩双人成行？我那游戏我都还没买咧，像双人成行我也很想，对，但是可能他第五人格比较重要，对。有戏好，再找机会再来买来玩。看起来评价好像真的蛮高的，很多人都在推荐。那个会不会很快就破台了？对，我破关了，太好玩了。啊，你破关了，哦，这是花很久的时间吗？还是很快就破了？很快就破就，不过它也才卖1000出头多嘛。对，大概15小时。15小时也不错，对。嘿，杰洛桑。
就不正。好，我今天玩这个游戏是我之前在 PS3 没有破台的 game 哦。然后这款游戏是我们库尼桑超级爱的游戏，他从来都不玩重制版的，好像听说这次他还是想买，所以这个可见尼尔的魅力，尼尔的魅力还是很强。其实这片的 PS3 版我家里还有，我还要买它的 The Best 版哦。很早之前曾经试着打了一下，就还是受不了，因为画面的流畅度跟角色的那个样子，真的打一打还是有点动不掉。不过尼尔比较大的卖点是他的音乐，他的 soundtrack 真的是不错。跟以前一样，从这个破烂的公寓开始，不是超级市场了。我试过用 Pro 跟 PS5 看一下它的画面，过场都一模一样的，就是没有比较顺或不顺的感觉上。然后动作方面在玩的时候好像也都差不多。所以 PS Pro 跟 PO 版完结是差不多的，偶尔也让 PS 动动这样。啊，不离空的。我女友玩两周，每天一小时左右。我玩两个礼拜，每天一个小时，手感。こんなもの。獣だ。对，就一团雾雾的怪物。也要兔子防御。来るな、化け物！来るな！去 ，nice。起来跑到 cutscene 的时候，感觉就没有游戏中那么顺。你咋？没事，到时候跑不顺，再上传档案到 PS 五玩。Yuna， 太空战士吗？心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。待ってろ。主角何か食べられるものを見つけてくるから。帅多了。之前脸好长哦，好尖哦，然后头发还怪怪的。何があっても。その本には触るんじゃないぞ。絶対に。また帰る。结果自己要摸那本书，要不？
安安。力を。哎，国江。僕がヨナを守る。超级英雄，看东京十所。Cool Tokyo Cool。ヨナに近寄るな。使用黑锁。哦。ヨナは僕が守る。これが黒のその力。跟奥托马塔一样的手印机器，给，越打越多。处刑术，都这样。按下 L 图。我觉得按钮好忙哦，太多颗都个别有个别的按钮。处刑术还不离抗斗，黑枪，哦，那么快速升级，这里很。
干，他说要按什么？大丈夫か？ヨナ。お兄ちゃんこそ大丈夫？あんなやつらなんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー？ヨナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方。うん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで食べって。あ、ジュジュ。ヨナ、ヨナ。クッキー落としちゃった。ごめんね。そんな、なぜ。ヨナ、いつも助けてもらってばっかりだったから。ダメだ、ヨナ、ヨナ。誰か、誰かヨナを助けてください。誰か。ヨナ、じゃあ行ってくるよ。ヨナも一緒に行っちゃダメ。今日は狩りをすることになると思うからやめておいた方がいいな。帰りにまたヨナの好きそうな本を借りてきてやるから。ありがとう、ヨナ。待ってる。じゃあ行ってくるよ。ヨナ。
兄ちゃんのことが大好きだよ。ヨナ、ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。若いと無理をしがち。北平原にはロボット山と呼ばれる鉱山があります。北平原にはロボット山と呼ばれる鉱山があります。危険。今日もポポルさん。ポポルさん。この書物から。おはよう。最近、ヨナちゃんの調子はどう？うん。相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って、必ず役に立つわ。あ、ついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？お金が余っちゃうよ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買って。それはお願いね。いつもありがとう、ポポルさん。
急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて、僕らポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね、お兄ちゃん。うん、わかった。ヨナ、ダメじゃないか。ほら、ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探って。ヨナ大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。魔物がこんなところにも。魔物が村のこんな近くに現れるなんて。安心して帰りにも行けないな。お店の人に肉を届けに行かないと。
もわ。羊の肉助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。これ少ないけど取っといてくれ。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。うん、伝えておくね。狩りへ出る。また買いに。あら、あら、お庭綺麗な。羊の肉届けてきたよ。あと薬草を3つだったね。よかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。薬草も助かったわ。ありがとう。今日のお仕事はこれでおしまいです。お疲れ様。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。2B 的刀了，对吧？特点。特点可以换衣服，看一下。哦，服装，对，少年。还有一些的。这个应该，好吧，试试看。真的可以换了，酷哦！
ナイス。かっこいいな。这件衣服好看多了，真是。虽然不忠于原味。昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？それ何？花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ、ヨナ。うん、じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。も何か手伝えることありますか？あるにはあるんだけど、ちょっと大変なお仕事なのよ。大丈夫、任せて。本当に？北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？うん、柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど。え？あんなところにも魔物が？ええ、曇っていたから魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから。村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう、本当に大丈夫なの？任せといて。
と片付いた。これで当分は魔物も出てこないだろう。お帰りなさい。ただいま。大丈夫？怪我はない？大丈夫だよ、ポポルさん。あなたが出た後すごく心配になって、やっぱり頼むんじゃなかったって。平気だよ、ポポルさんは心配性だな。無事で本当によかった。そうそう、大工さんたちがあなたにお礼ですって。ありがとう。これでヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。そうだ、ヨナちゃんって言えばお昼にここに来たわ。え、ちゃんと寝てろって言ったのに。まあまあ、なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。村の外の？そう、なんだか熱心に聞いてきて。ああ、また変な本を読んで変な興味持ってないといいんだけど。もちろん村の外に出ちゃいけないって言っておいたから安心して。よかった。早く帰ってあげて。ヨナちゃんも心配しているわ。うん、ありがとう。ヨナ、どこ行っちゃったんだろう。まだ図書館にいるのかな。ここにはポポルさんに聞いてみよう。ポポルさん、ヨナが家にいないんです。え、どうしたのかしら。
何か心当たりはないですか？お昼にここに来てからは見かけていないけど。その時何か言ってませんでしたか？そうね、月の涙が咲いている場所を聞かれたわ。昔は石の神殿のあたりに咲いていたっていう。月の涙の話をヨナが。あ、そんな、まさか。どうしたの？昨日月の涙を見つけるとお金持ちになれるって言い伝えの話をしたんです。え？それで何でも治す薬も買えるかって聞かれて。じゃあヨナちゃんは。まさか。ち、探しに行かなきゃ。石の神殿は東門から行くしかないわ。ありがとう。ヨナ、東門に行ってみよう。あれは。ヨナ、崖が崩れてて、まさか他に先に進める道を探そう。
ここにも魔物が。こんな危ないところに。ヨナ。
Thank you.
Hello, 小 P。外に出れそうだ。我走到有点迷路了，门有点像。没错，开到一个地方要往右走。这跟之前 PS3 比起来，画质是提升了不少啊。Gameplay 玩法其实差不多哎，我有印象的。这主角被我们换成 NiS。
し上に登るには何か台になるものがないと。こいつら痛い痛いではないか。邪魔だよヨナ。ほらどうやったらヨナを助けられるの。我が魔物どもを一掃すればあの魔法陣を解ける。
そんなことできるの？誰を誰と心得る。断じる力を与えし、死後の書であるさ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。誰の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるよ。我に歯向かうとは愚かな。死んだ万象を言葉で修飾できるこの白の書を相手に、どうしたの？思い出せない。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの？血はシロと音は言葉、はシロ。どうしたの？シロ。これは記憶。大丈夫、しっかりして。黒い奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力？これこそが偉大なる我が白の書の。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。また交代？今だ、とどめを刺すのだ。いきなり襲いかかるとは知性だ。一気に片付けろ。避けるので精一杯だよ。これも白の力？そうらしいな。頼りないな。しっかりしてよ。
臭い奴らを倒せる。謝るのは僕の方だ。ごめんね。怖かったね。早く家に帰ろう、ヨナ。何やら剣のんであるな。この神殿、古そうだもんね。早く出よう。間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんをお金持ちにしてあげたかったのに、ごめんね。ヨナ、なんだこれ。国門病か。うん。いつからだ。変な咳をするようになったのは。その病にかかった人間は全身に黒い文字のような文様が広がり、やがて死に至る。うん、ヨナ。今はそっとしておけ。今は。どうしてヨナなんだ。何も悪いことしてないのに、どうしてヨナが。僕たち兄弟ばかり、なんでこんな目に。我とて助ける方法があれば助けてやりたいのだが。ヨナ、まだ小さいのに。
吧，我先直播到这边。好，稍微来讲明一下尼尔人工生命吧。OK， 好，我知道各位有没有玩过 PS3 的版本哦？那我自己个人之前有玩一下 PS3 的版本，那剧情部分的发展还有前，应该说前半段了，看起来内容其实是差不多，应该是一样的，对。我这本来就是在标榜这是一个重置版的内容，所以我想故事剧情的走向应该会是差不多。但是听说开发的团队有提到说里面会有做一些新的剧情，对。那我想应该后续的话应该会有比较不一样的地方，对。那如果各位是第一次玩这款游戏的话，我觉得真的可以好好的可以尝试一下玩这款 game， 然后如果毕竟之前也有玩那个尼尔自动人形的话，那这一次的人工生命我觉得应该是它的起源或者是未来，我忘记了。所以如果对它世界观还故事有兴趣的朋友，那我觉得也是不要错过了，嗯，对。那个人给的评价，这次是 remake 的来说，我觉得到85分左右，对。那音乐部分有没有重置啊？我真的忘记了，对，因为听起来很像但是好像又不太一样，欸，然后等一下开一下 PS3 版本来看才知道是不是差不会差很多。对，那画质部分的话呢，我个人测试一下用 PS3 PS4 的 Pro 跟PS5 开看的内容其实差不多了，就是画面的品质来讲，过场的 frame 数都是接近差不多60左右。那我刚刚直播来看，我的一个直播效能可能OBS 开的有一点点惊哦，应该电脑 PC 太吃效能了，所以刚刚看起来有点点的卡卡的哦，这个比较稍微包容一下。那个人在玩的时候，画面其实是蛮顺的，没有什么顿，对。但是因为直播出来就稍微有点弄，这个我可能再研究一下哈。OK， 好，那这个今天尼尔的直播就到这边了。那有兴趣的朋友也可以follow我们台，也可以关注一下后续的一些新游戏哈。还有我们的尼亚，好，那感谢我们两位版主，谢谢我们的郭健，还有我们的 Kelly 张，还有我们的好朋友小 P， 跟我们的观众朋友，我们的优赏以及我们的接受上跟收看我们节目的好朋友，阿里阿多斯巴斯。OK， 那后续若时间的话，再跟大家直播其他的游戏哈。那就感谢大家的收看直播，下次见啦，晚安，拜拜，拜拜。我とて助ける方法があれば助けてやりたいのだが。